JFM パークをお聞きの皆さん、こんにちは。東京オーバル K を描くオーバルエンジェルの広瀬千鶴です。 JFN パークでのオリジナルプログラムオーバルエンジェルのエンジェルトーク第18回目を迎えましたが、今回も堀之内ほのかちゃんとお送りしたいと思います。ほのちゃん、よろしくお願いします。2回目の登場です。よろしくお願いします。はい、だいぶもう2回目は慣れたかな、はい、慣れたことにしたいですね。慣れたって言いたいです。まあはい、ね、前回こうちょっとエンディングでね、はい、次回はちょっと深く掘り下げていきたいなっていう話をね、ちょっと怖いちょっと怖いですけど、はい、したんで、今日はとことん、まあはい、ファンの方が気になるようなこともね聞きたいなというふうに思っております。はい、どうしたんだろう、なんかほのちゃん急に目合わせてくれなくなったんですけど、もう見れない、怖くて見れないです。まあまあお手柔らかにいきたいと思いますが、はい、はい、ということで今日はほのちゃんのプライベートなプライベートお話をまあしていきたいなという、はい、聞いていきたいなというふうに思うんですけども、はい、ね、多分一番みんなが気になるのは、うん、はい、恋愛系だと思うんです。あ、恋愛系ですね。うん、ねえ、まだ若いし、はいはい、ねえ、彼氏の一人や二人いるでしょう。二人？これちょっとご想像にお任せしたいですね。あ、なるほど、ご想像にお任せということで、はい、好きな男性のタイプとかはあるんですか？好きな男性のタイプ、うん、なんかあんまり顔のタイプがなくって、へー、こういう顔がいいとか塩顔とか、とかあ、もうちゃった、塩顔ですか、タイプ。私ちょっと塩顔好きだな。そう、なんかあんまりないんですよね、なんかこの顔がとかがなくて、うん、でもなんかちょっと年上の方がいいなって思います。うん、割と内面が子供っぽいので頼りたいな、あ、引っ張ってもらいたいなっていうのがありますね。何歳年上まで行けるんですか？何歳までとか、何歳まで、私は今21歳なので、うんうん、6個7個ぐらいですかね。ってことは 8? とか30前とか、そうですね、そういう、はい、あ、一番いい、そうです、大人に見える、ね、ところいいところじゃないですかね。そうですね。そうか、じゃあ顔よりもなんか中身、ね、中身、これだけはなんか相手に対して譲れないものとか条件みたいなのは、条件ないの？絶対あるでしょ、絶対あるよ。女はみんなあるもんだよ。千鶴さんのが気になっちゃう、はい、それはもう、条件、あ、でも優しくて、うんうん、あとありがとうごめんねがちゃんと言えて、はいはいはい、私が作った料理を嫌な顔せずに食べてくれるとかがいいですかね。どんな低クオリティでも、うん、あ、美味しいみたいな言ってほしいかもしれないです。お料理を、はい、あー、なるほど、あ、そうなのか。今頭抱えているからちょっと。そっか、私結構料理とか言ってほしいタイプだから、はい、あ、味付けとか、そうそうそう、味薄いよとか言ってほしいタイプだから、あ、言ってほしく、あんまりこう、あんまり、あ、でもそういう面では多分食の好みも一緒がいいとかが、うん、ジャンルに入ってくるのかなって思いますね。そうか、そうか、それ大事かもしれないですね、うん、食の好みとかね。そうですね。はい、っていうことは、はい、料理をするってこと？ほのちゃんは。そうなんです。あら、私実家暮らしなんですけど、うん、お料理をするには理由がありまして、何何何なんかお母さんの料理は美味しくないみたいなこれになっちゃうんですけど、そんなことは全くなくて、はいはい、なんかとっても偏食なんですよ。偏食、どういうところが？食の好みもだし、ご飯を食べる回数とかも結構変わってって、うんうん、少ない日とかだと1日1食でキャベツ半玉とかで大丈夫な、うん、時があったり、なんか旅行とか行っちゃうと
食い意地を張ってしまっていやもうなんかここに来たからには食べなきゃみたいな使命感に駆られて5食とか結構食べて、うん、5食食べます食べます。食べちゃいますね。キャベツ半玉なのが半玉の翌日5食食べるみたいなもう体が大変なことに、すごい。そ、それで自分で作るってこと？そうですね、食べたいものを食べたいってなっちゃって、うんうんうん、よくお料理をします。どういうのを作ったりするんですか？多いもので言うとランキング1位は、うん、タコ飯をタコ飯作るの？タコ飯作ります。え、すごっ。でも簡単ですよ、炊くだけなので。え、だってタコを、はい、切る、さばく、さばくっていうの？なんかすごいおすすめ、これはなんか時短とか、うん、コスパがいい面で考えると、はいはいはい、うん、冷凍の業務用のタコを1キロぐらいのを買ってきて、うん、ほうほうほう、解凍してそのまま溶いたご飯にお米に入れて炊く、うん、っていう感じでやってるので全然包丁使ってないっていう料理と言えるのか、もうぶつ切りにされてるされてるものを解凍してお米トイレ上に乗せて、へえ、じゃあタコ飯は私に任せてみたいな感じ。そうですね、もう全然炊きます。え、食べた持ってっていいですか？ぜひ食べてくれますか？うん、え、食べたい。本当ですか？そう、そしたらこの配信がねされてる時写真アップするよ私。じゃあ私のタコ飯、今日のタコ飯、そうそうタイトルが今日のタコ、まさか今日のオーバルエンジェルじゃなくて今日のタコ飯ほのちゃんの時だけ。このコーナー狙っていこうかなってちょっと思いますねいいじゃん、今日のタコ飯ね。え、じゃあ他にタコ飯の他には得意料理はあったりするの？他にお味噌汁、うわ、得意ですね。こりゃ作っちゃいます。できる女性ですわ。ポイント上がりました？上がりました。大丈夫ですか、ね、私が男だったらもう好き、はい、本当ですか、うん、タコ飯とお味噌汁ちょっと質素な感じになっちゃうけど大丈夫、タコ使ってるから絶対質素じゃない必要最低限の食事はちょっと出せるかなっていう、うん、へえ、ね、お味噌汁はなんかこだわりはあるの？こだわりは赤味噌じゃないと私ダメとか。あ、なんか、うん、味噌が市販で売ってるものじゃなくて、うんうん、なんか割と農家の方が作ってるお味噌があるじゃないですか、うん、ある農家直送の野菜のとこで、うん、直売所で売ってる野菜とかのところにあるお味噌を使うようにして、はいはいはい、ちょっと高いんですけど買っちゃいます。飲みたい飲みたいじゃあお味噌汁コーナーもじゃあ、ね、今日の味噌汁作ってもらってあ、コーナーもらえそうです ねこれはお、ほのちゃんのコーナー、コーナータコ飯とお味噌汁っていういいですね、女性っぽい、はい、できる女性っぽい、なんかすごく、うん、ちなみに料理の他になんか、はい、ね、ハマってたり最近これが面白いですよっていうのは、うんうん、面白い、うん、最近はドラマとかアニメとか映画とかを無料で見れるなんか見逃し配信アプリみたいなものをゲットしまして、なんかやっぱり無料なので途中冒頭3分ぐらい作品を見て、あ、なんかちょっと違うなって思ったら見るのやめたり無料だからね、これに変えてみようかなって思って見たりしましたね。どういうのが多いの、見るジャンルとしては？見るジャンルは割とドラマを見ることが多くて、ドラマを見ているんですけど、うん、なんか私最近仕事してて気づいたのが、うん、なんか知らないことが多すぎるなと思って、うんうん、さっき千鶴さんとも収録前に話したの、うん、2チャンネルを知らないとか結構多くてですね、うん、なんか結構私レッドの杉崎桃子と学生時代から仲がいいんですけど、うん、はいはいはい、杉崎がアニメが結構好き、アニメ、うん、アニメ、うん、アニメアニメアニメが結構好きなので、うんうん、私アニメ全く見ないんですよ。ほうほうほう、あ、意外。そうなんです、すごい溝。あ、本当ですか、うん、なんかクレヨンしんちゃんとか見たことがなくってこれを言ったらなんか結構友達とか周りの方に惹かれるんですけど、うん、なんか母がクレヨンしんちゃんの時間になるとテレビを変えるっていうのが小さい頃からずっとそうで、そクレヨンしんちゃん見たことがないとかない、ない本当に
そうなんです。あんな面白い。本当に日本人かって言われるんですけど見たことがないのでアニメを見ようと思って、うん、見て、なんかブラックファンタジー系のなんか進撃の巨人とか、はいはいはい、東京グールとか、うん、を見てみようと思ったんですけど、うん、ちょっとあの戦闘系が苦手なのか血が出てくるシーンが苦手なのか、うん、ほうほうほう、なんか最初の3分ぐらいね、うん、またなんか戦うシーンになった瞬間に、あ、これはダメだと思って、見るのやめちゃいました。それはどういう感情になるの？なんか怖いとか、怖い、そうですね、なんかえみたいな、戦ってるなんか、そうですね、ストーリーの内容がちょっと 重かった。あ、でも確かにそうかもしれない。しました、ね、グールとか東京グールとか ね、進撃の巨人とか、はい、なんか人間食べる、うん、みたいな、そう嘘でしょみたいな、人間吸血鬼なんのみたいなとか、ね、まさかのっていう展開がそうですね、もうちょっと平和に行きたいなっていう、うん、平和に行きたいか、はい、はい、ということで、まあちょっとね、はい、今日はこの辺にはい、しとこうかな。結構喋っちゃいましたね。ね、なんかまだまだ聞きたいこと、はい、いっぱいあるんですけども、はい、第2回目はじゃあこんな感じということで、はい、どうでしたか？いや、大丈夫かな、使えるかなってところが多いんですけど。大丈夫大丈夫、はい、うん、今度は千鶴さんのも聞きたいかなって思います、はい、私でも多分ピーピーって入っちゃうから、ね、そんなに何たことない放送喋れてないですよ、ピーピーだと、ね、はい、ということで次回もね、はい、ほのちゃんとお送りしたいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ここまでのお相手は東京オーバル慶応閣のオーバルエンジェルグリーン担当の広瀬千鶴、そしてブルー担当の堀之内ほのかでした。バイバーイ。